完了いたしましたので、いよいよトークショーのスタートです。それではお待たせいたしました、選手の登場です。大きな拍手でお迎えください。の皆さんを待ってました。一言ずつご挨拶をいただいてもよろしいですか。椅子の上にマイクがございますので、では藤岡選手から一言ずつご挨拶をお願いいたします。こんにちは、遅くなってすいません。今日は短い時間ですが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お疲れ様です。遅れてすいませんでした。楽しんでください。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。今日無事に抑えれてよかったです。よろしくお願いします。お願いいたします。お疲れ様です。遅れたのは大地と藤岡のお風呂が長かったせいです。そうなんですか。今日は寒い中ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ではですね、寒いので選手の皆さん上着を着ていただいて、ここからはトークショーお付き合いください。よろしくお願いします。さあ、本当に今日はね、試合が終わったばかりのところ、選手の皆さんにお越しいただきました。ちょっとこの時期まだまだ寒いので、選手の皆さんには上着を羽織っていただいて、ここからはトークショーです。では準備ができた方からおかけになってください。さあ、では改めまして選手の皆さん、よろしくお願いいたします。さあ、まずは今日はこちらの4選手にご登場いただいているんですが、まず鈴木大地選手、はい、はい、今シーズンは選手会長に就任されたわけですが、はい、ずばり選手会長ってどんなお仕事をされてらっしゃるのか、そこから伺ってもいいですか。いや、どう見ても前任見たら分かると思うんですけど、何もしないですよ。はい、あ、何もしてないんですか。はい、前任見たら分かるです。前任の方、はい、はい、いらっしゃいましたけども、会長何もしないんで、あ、はい、名前だけいただきました。名前だけいただきました。はい、ちょっと周りの3人から見て、選手会長、鈴木会長はどんな感じなのか、ちょっと聞いてみたいんですが、藤岡選手から伺ってもいいですか。選手会長としての第一選手、はいはい、特に何もしないと思います。あれあれ、いや、こんなこと言うの申し訳ないですけど、先輩に向かって、はい、はい、特に何も、まあ、けど、はい、形上はやってるんじゃないですかね。あ、はい、形上はやっている思います。第一さんの 場合は場合は、はい、形上やってる感じに見せてるんじゃないかということでよろしいですか。あ、なるほど。じゃあ西野選手に聞いてみましょう。どうですか。僕も選手会の副会長やってるんですけど。はい、はい、今知りましたか。そうです、僕副会長やってるんですけど、まあ、会議見て、はい、会議も一緒に出てるんですけど、会議があるんですね。まあ、今んとこまだ見てないですね、はい、何かやってるか。まだ特別大きな仕事は見てないぞと、ね、はい、なるほど。ここまでちょっと厳しい意見が続きますが、では増田選手から見た会長鈴木大地選手はどうですか。いや、僕分かんないですけど、はい、僕も選手会入って5年ぐらい経つんですけど、はい、みんななんか会計とか副会長して選手会長みたいになるんですよ。大地もこう会計上がっていってるんですけど、僕だけ一緒会計のままずっと5年間やってて、まさか会計進級、ね、上に行かないまんまずっと会計担当されてるんですか。ずっと会計に入れられてるんですよ。あ、そうなんですね。これって選手会長が決めるんですよ。はい、誰を副会長にするとか決めるんですけど、はい、なるほど。もう嫌がらせみたいにずっと会計、ずっと会計、はい、ちょっとそれは新情報でしたね。いや、もう会計はこいつにしか任せられないから、はい、任せられない、はい、逆にも増田選手しかいない。そうです、そうです。だからマジで会計何もしないです。結局皆さん何もしてないんじゃないですか。僕こそ何もしない。そうなんですか。5年ぐらい何もしてないんですか、会計。5年間ずっと居座ってるだけです、マジで。そうなんですね。あら、でもじゃあ選手会長から副会長だったり会計を、第一選手が今回の人選をされたってことですか。そうです。だからもう、はい、
その副会長2人と会計2人を僕が決められるんで、はいはい、なるほど、はい、ちなみに西野選手をどうして副会長にしようと思われたんですか？いや、ずっと一緒にやってたからそのまま上がって、はい、で翔吾もそのままやってて、はい、中村選手もそうで、はい、翔平入れたんですよね、はいはい、 あれは福浦さんが言ったんですよ。あ、福浦さんが、はい、翔平、まあ、ちょっと頑張らすために責任持たせて入れた方がいいんじゃないかって言われたんで、はい、そこはイエスマンになりました。アドバイスを、はい、福浦選手のアドバイスをそのまま受け入れて、はい、という人選だったわけですね。です、はい、で増田選手も絶対増田選手じゃなければ会計は務まらない、まあ、もう偉くしたらもう調子のタイプだから。あ、そっちですか。嫌がらせっすよ、はい、そういうことですか。各さんも嫌がらせで僕会計を投げすからそうだったんですね、はい、じゃ引き続き今年も会計よろしくお願いいたします。はい、藤岡選手はどうですか、こう選手会、僕もなんかみんなをリードしたいななんていう気持ちは。いや、全くないです。全くないですね、はい、なるほど、全くないそうです今日はちょっと一人ね、年齢は少し離れますけれどもね、藤岡選手もよろしくお願いしますね。はい、さあそんな、会長のお話について伺ってまいりましたが、ここからはちょっと野球のねお話を伺っていきたいんですが、まずやっぱりこのオフシーズンを通して皆さんが取り組んできたことなんかをちょっと聞いてみたいなと思うんですが、藤岡選手はどうでしょう、このオフシーズンどんなところに力を入れていらっしゃったんでしょうか。ウェイトトレーニングとか中心に、はい、はい、どうぞ皆さんマイク使っていただいて。行いました、はいはい、ウェイトトレーニングを中心に、はい、どうですか、野球以外でも生活習慣の中でこんなところを気をつけて過ごしたよとか、食事の面でこうしたよとか、そういうのはありますか。あ、けど食事はバランスよく食べるようにはいつも心がけてます、はい、バランスよく、はい、なるほど。何かこう今シーズン変えていくよっていう部分はありますか。新しくこれを取り入れるようなっていうのは、プレーでも何でも、はい、どうでしょう。プレーですか、はい、とにかく打つ方を、はい、なんですかね、はい、なんか率を上げたいなと思って。率を上げたい、はい、思います。なるほど、じゃあそのためにもこうウェイトでしっかり体を作って、食事にも気をつけてオフは取り組んでいらっしゃったということですね。では大地選手はいかがですか。いや、まあ、大体毎年、はい、同じようなオフでしょ、はい、練習して。なるほど、じゃあ、はい、割と毎年同じようにオフを過ごしてシーズンに臨むと。そうですね、まあでも今年は結構いろいろ考えながらはやりました、はい、なんか特別なことやったわけじゃないですけど、頑張ろうと思いながらやりました。頑張ろうと思いながら、はい、もうその気持ちだけというところですかね、はい、何かこう今シーズン特別オフにじゃあ新しいことにチャレンジといったことは特にないですか。新しいことにチャレンジはしてないんですけど、はいはい、1月いきなり新しい外国人とか入ってきたんで、そうですね、びっくりはしましたけど、たくさん、ね、頑張んなきゃなと思って。あ、なるほど、はい、それも刺激になって。いや、そうですね、びっくりしました、はい、あれはびっくりされました、はい、そうですね、こう大型補強もね、だから大型ですね、はい、そうですよね、はいはいはい、じゃこう新たな戦力も加えてこうより切磋琢磨してうっすうっす、行くぞというところですね、はい、ありがとうございます。では西野選手はどうでしょう、はい、オフですよね。はい、このオフです、通訳の人一人連れて、はい、まあ、その人と2人でアメリカでトレーニングしてきました、はい、アメリカでトレーニングされてたんですね、はい、何かこうアメリカだからこそできる何かみたいなのはありました、どうでした。あったんですけど、はい、ちょっと説明するのは難しいので難しい。こう海外でトレーニングされるのは初ですか。前もご経験はありますか。あ、自主トレはあるんですけど、はい、あ、なるほど、一人で、はい、実質一人で行くのは初めてでした。そうだったんですね。何かこう、はい、思うところがあって、よし行ってみようってなったんですか。はい、あ、なるほど、今年はちょっとその成果をぜひ、はい、ピッチに出していきたいというところですかね、はい、はい、期待しております。では増田選手はこのオフ何か特別取り組んできたことっていうのはどんなことでしょう。ありません。あ、特になし、はい、もういつも通りにオフを過ごしていらっしゃったと、はい、じゃあ今年何かこう変えていこうなんていうところも特になく。ありません。あ、なるほど、もう平常心でいつも通りにいいピッチングを見せてくれるということですね。ありがとうございます。ではここからはちょっと野球のお話から離れまして、あの千葉ロッテマリーンズの SNS 皆さんフォローはしていただいてますかね、Twitter ですとか Instagram ですとか、さまざまな、ね、ツールがありますけれども、藤岡選手、あの昨日の Instagram 皆さんご覧になられましたか。あの私服姿ね、なんかキュートなポーズで出てましたけれども、はい、いやいや、キュートじゃないでしょ。キュートでしたよね。顔ですか、顔、あのふざけた顔。なんかペロってやつですよね。やらないですけど。やらないですか。やってくれないですか。はい、ロッカーでは結構ふざけてます。はい、ロッカーでの藤岡選手は結構楽しい。ユニフォーム着て外に出ると、はいはい、あ、はい、ちょっとビシッとしなきゃな。ビシッとします。あ、そういうことなんですね。そうです。ちなみに昨日のあのファッションのポイントなんか聞いてもいいですか。いや、全くないです。あ、そうなんですか。はい、めっちゃラグな感じで、はい、もう上着も
車で行って帰るだけじゃないですか、はい、なんで上着もいいやと思って、はいはい、着てこなかったですし、あ、そうだったんですね、はい、こう楽しそうな素顔が見られたんでファンの方はね、はい、嬉しいんじゃないかなと思いますが、いえいえ、ありがとうございます。あのファンの方すごく今回好評だったみたいで、今回あの私服の第2弾を今日もアップしてもらうことはできますかね、この後ね。いや、自分ばっかやると面白くないんで、はい、やっぱということは次にバトンタッチしていきます。次にバトンタッチ、はい、どうでしょう、大地選手、西野選手、増田選手。僕は大丈夫です。あ、 僕は大丈夫、はい、あの結構の方の大丈夫ですか。はい、もう結構。あ、結構の方の大丈夫ですか、はい、西野選手どうですか。いや、僕も大丈夫です。あ、僕も大丈夫ですか、はい、どうでしょう、大地選手。いや、もう一回雄大の方がいいでしょ。やっぱじゃあもう一回、もうマジ、あんな顔でごまかしてるのが良くないですか。逆に、はい、あの顔は良くない。今日は大地さんにやってもらいます。あ、見といてください。あ、どうなるんでしょう、皆さん楽しみに楽しみにしていてください。でも本当にあの選手のこうオフのね姿が見られる貴重な機会ですので、ぜひあの千葉ロッテマリーンズのインスタグラムであったりツイッターであったりフォローをどうぞよろしくお願いいたします。さあ、続きまして今度は球場のねあのお話をちょっと聞いていきたいんですが、 ZOZO マリンスタジアム2019年シーズンより、座席が大幅リニューアルをいたしました。そこでこのピッチャー陣の目線、そしてこう野手バッターとしての目線から見て新しくなった球場はどんな感じかなというのを伺ってみたいんですが、ちょっと増田選手から聞いてもよろしいですか。はい、新しくなったグラウンドに入ってみて、まずこう第一印象というかどんな感想を持ちました。ここで1年やらなあかんのかと。ここで1年やらなあかんのかと。狭いっす。やっぱりだいぶ違いますよね。めっちゃ狭いっす。あ、やっぱり選手の皆さんもそういう印象。いや、本当ランニング楽なったぐらいっす。あ、確かにこうぐるっと回る分にはね、あれだけっす、短くなりましたけれどもね、ピッチャー陣走り込みますからね。もう最高っすね、あれだけは。ランニングは最高っす。なるほど。じゃあ実際こうぐるっと回ってみて、あ、全然距離違うなっていう感覚ですか。全然違うっす。そうなんですね、はい、やっぱりこうピッチャー陣としては思うところもいろいろあるという感じですかね。まあ、僕は反対したんで。そうだったんですね、球場のあれには。はい、ピッチャー陣も大反対でしたけどね、会議は全員反対です。そうだったんですね。まあ、何もなかったかのようにも始まってました。なるほど、はい。まあ、本当にあの工事もね、あのオフシーズン中ずっと工事をしていただいて、こうなんとか間に合わせて作っていただいたんですけれども、でもこうファンの皆さんにとってはこうより選手を近くに感じていただけるんじゃないかなと思いますが、ちょっといいところとかあったら、なんか一言二言。いや、あの球場としてはすごいいいと思います。そうですよね、はい、楽しいですよね。見栄えというか、はいはい、まあ、楽しんでもらえるのはそれは もちろんなんですけど、はい、まあ、プレーすることに関してはやっぱりちょっと、はい、ちょっとそうですよね、ちょっと難しいなというところも、はい、もうあとはもう第三戦の野手に聞いてください。わかりました、はい、西野選手も同じようなご意見、はい、もうまだ、はい、なんですか、ラグーンに入ってないんで、はい、あ、はいはい、僕が投げてる時入ってないんでもいいですけど、はいはい、まあ、ちょっと江村のを見ちゃったんで。そうですね、ありましたね、1号がね、江村選手、はい、ゾッとしますね。ゾッとする。なるほど。ではもう今シーズンはもうよりね、あの力強いピッチングでなんとか抑えていただきたいなと思います、はい、ではちょっと野手陣に伺いましょう。大地選手はまずこうグラウンドをご覧になってどんな感想を持たれました。いや、もう本当狭いから、はい、すごく嬉しいんですけど、はい、いや、もう1年早く作ってほしかったなと思いますね。もう1年早く作ってほしかった、はい、と言いますと、いやね、はい、したら去年の成績上がるかもしれない。なるほど、はい、そうですね、かなりこう、まあ、でも、はい、狭いのはすごくいいと思う、はい、ね、僕らはいいですけど、まあ、ピッチャーはきついと思うんですけど、はい、そうですね、でも、はい、球場の作りとしてはすごくやっぱいいと思いますね、はい、そんなベンチとか結構お客さん見るじゃない、はい、見えるじゃないですか。そうですね、見えますよね、今回ね、はい、だからいいのかなと思いますけど、はい、はい、こうベンチのこう上のね屋根が開いてるので、すごくこう球場が一つになれるような感じがありますよね。まあ、でも気抜けないですね、なんかベンチで。そうですね、はい、気は抜けないですね。ね、なんかしてたみたいな感じで、はい、全部見られちゃいますからね。はい、はい、でもそういった選手のこうベンチでの姿もしっかりご覧いただけますので、ファンの方にとっては嬉しいかもしれないですね。はい、そう思います。はい、ぜひそういった部分も注目してください。では藤岡選手はどうでしょう。いや、けどファールゾーンが思ったより狭くなかったかなと自分は思いました。はい、ファールゾーンあるなという感想。結構。はい、追いかけないと、自分ショートなんで、やっぱ、はいはい、あっち行くと追いかけないといけないん で、はい、で結構追いかけないといけないなと思ったんで、はい、もうちょっと狭くてもいいかなと思って。逆にもうちょっと追いかけてくれよ。仲良くやってくださいね。ちょっと目線によってね、だいぶあの印象は違ってくるか
と思いますけれども、でも新しい施設とかできたことによってね、よりファンの皆さんも選手を近くに感じていただけるんじゃないかなと思いますので、新しいシートが生まれたことによって生まれる新しいプレーなんかもねあるかもしれませんので、皆さんぜひ今シーズン2019年シーズンは1試合でも多く ZOZO マリンスタジアムに足を運んでいただければと思います。さあではですね、いよいよオープン戦も終盤となりまして、シーズンの開幕が近づいてきております。チームの雰囲気、そして個人の皆さんのそれぞれの今の状態、今のお気持ちなんかを伺っていきたいんですが、藤岡選手から聞いてもよろしいですか？チームの状態は決して、はいはい、悪くないと思います、はい、雰囲気も全然、ね、新加入の方も多いですが、はい、いいと思うんで、はい、あとはもう開幕して、はいはい、しっかりスタートが切れれば、はい、乗っていけるんじゃないかなと思うんで、はいはい、その辺の心配はないかなと思います。あ、なるほど。ご自身としても今の状態は、そうですね、はい、自分の成績はそんなに良くないですけど、はい、まあ、自分はショートなんでまず守りでしっかりやりたいなと思うんで、はいはいはい、その辺は、はいはい、これからしっかり開幕まで合わせていけたらいいかなと思います、はい、では大地選手はいかがですか？でも、まあ、勝ってはないんですけど、はい、まあ、でもそれぞれいい競争、ピッチャーも野手もできていると思うんで、はい、チーム内の競争ができていると思うんで、はい、まあ、それをしっかりいい雰囲気でこれからもっともっと盛り上げてい、って開幕できればいいかなと、はいはい、思います、はい、選手会長として引っ張っていただいて、はい、頑張ります、はいはい、よろしくお願いします。では西野選手は、ピッチャーもすごいいい競争できていると思う、はい、僕自身も、まあ、例年に比べれば、はい、まあ、いい球は投げれているのかなとは思うので、うん、はいはい、頑張っていきたいと思います、はいはい、ぜひピッチャー陣を、ね、引いていただければと思います。では増田選手どうでしょう？いや、もう3人言ったんで僕はあんまりあれですけど、はいはい、頑張ります、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、さあということで、今シーズンの、まあ、チームの雰囲気であったり意気込みをお聞かせいただきましたが、ここで改めてですね、選手の皆さんにはあちらのフラッグの方に移動していただいて、はい、あのステージの左、皆さんから見て左手側の方にメッセージフラッグが実はありまして、ファンの方に雨が降る前なんですけれども、書き込んでいただいております。そこで選手の皆さんにも移動していただいて、まあ、意気込みであったり、あのフラッグの方に改めて書いていただきたいんですが、よろしいでしょうか？はい、はい、よろしくお願いします。ではマイクの方、あの椅子に置いていただいてご移動をお願いしてよろしいですか？はい、では選手の皆さん、フラッグ書き込みエリアへご移動をお願いいたします。マスコミの皆さんもよろしければこちらの方までご移動をお願いいたします。